こんにちは。お昼ご飯食べます。これめっちゃ画期的じゃない？食べた？これ食べました。めっちゃうまいよね。リアル牛丼。リアル牛丼だよね、はい、でしかもちょっとなんか米がなんかちょっとなんか食感があるというか、おいしい。これ本当に保存食だから、非常用保存食なんでおすすめ。うん、なんでこんな美味しい商品が今までなかったんだろう。いや本当に普通に食べても美味しいから、保存食だし買っといて損はない。おすすめ。あ、パンタ、バスケやろうぜ。え？バスケやろうぜ。いいよ、もうさっき散々やったじゃん。やってないだろ。え、なになになに。うい、ゴールのない、ゴールのないバスケ。あるよ、あるよ、あるよ。で、作ろうぜ、ゴール。ここでいいんじゃない？ここで。だからさ、ポートボールってなかった？ポートボールって倒したのかな？いや、あったあった。これを、どっかにやろう。ここにやろう。あー、それゴールですね。これゴールです。そしてスリーポイントシュートに。すごってなるやつやっていい？いいよ。決まんないじゃん。決まりそうだっただろ。でもおお、壊れたし。壊れるの違うし。壊れたし。でも上手。まだそうです。まだまだある。まだチャンスある。俺がね、これで決めれば、これかなりチャンスですよ。俺がこれで決めれば、あそこ縦全部入るからね。確かにね。まだわかんない。俺がこれ次決めたらだもん。あ、そっか。なんで？なんで？上手、上手だわ、やっぱバスケ部だから。キイチもバスケ部だよ。キイチもバスケ部。キイチは、キイチは、キイチは、これバスケ部。そうだよね、これバスケ部なわけだとか。え？嘘？2階からやれじゃん。あ、じゃあ待って待って、ここは？そう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 、こことかに送って。そういうことだよね。で打つのは、どっから？こっからです。どう？ああ、惜しい。バスケ部だからもうそれは決め当然なの。それはね。いきます、いきます。入んないじゃん。入んない、入んないけど次入るから。もう一回じゃあ次、次キッチ。バスケ部でしょ。バスケ部なんで、こう、こうなんですよ。うん、こう、こうなんですよ。あ、でも惜しい、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 惜しい。惜しい。はい、よし、決めるぜ。いきます。はい。うわー、外した。チャンスだぞ、キッチ。あ、めっちゃチャンスだ。めちゃくちゃ俺チャンスの状態で回ってきた。なんで BB で落ちたの？いや、お前だよ。ダンクじゃん。結構難しいですよ、これ。ダンクじゃん。えい。それ…いや、滑るじゃん、こんな。滑るじゃん。ちょっと、ここ。ああ、惜しい。わかりました。わかった。直接狙うからダメなんです。ああ、バウンド使えばいいんだ。バウンド使います。使ってないし、もう終わらせます。はい。おっ、すげえ。悔しい。本当に入ってる？本当入ってる？入りましたって。入りましたよ。どう、これ入ってるって言える？入ってますよ。入ってるって言える？入ってます。どっちかな？どっちだ？入ってますって。四角くんの中に入ってた。でもロゴ見えないからね。入ってます。実際入ってる。そういう…なんすかする？入ってないの？入ってないな。判定機…ノーゴール。こう、こうじゃなかったから。え、判定機…何からが入ったのか決めたかったから。そうね。ここに入ったら入ったってことにしましょう。次からね。共通意識じゃないですか、それ。次からじゃあ、あの箱に入ったらゴール決めたってこと。このボールがあの箱に入ったらゴールです。そうだ、そうしよう。普通、それじゃないとね。ボール、じゃんけんとかでもあるじゃん、よく。じゃん勝ちかじゃん負けか決めてなかったみたいな。俺、やりましたけどね。俺やったんですけどね。じゃあ次からじゃあそれで勝ちにしよう。え、今いいじゃん。ありがとう、ルール。ルール。ルールって作っていくもんだから。みんなでね。今俺が勝ちですけどね。いやー、惜しい。
惜しい。あ、惜しい。今のは入ってないやつ。入ってないか。入ってないです。なんで厳しいんだ、この。いきます。あー悪いな。カントさん、俺一個、さすがに。はい。イエス。え、待って、あ、来た。やった、やった。待って待って、見て。はい、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 カンタの勝ち。よしよしよし。じゃ、家でボールやめて。家でボールやんなって、外でやれって。うわあ、はい。やったじゃん。家でボールやんの。ボールやったじゃん。いや、なんで家でボールやんの。じゃああれやろう。何？あのペットボトルの蓋をキックで開けるっていう最近流行ってるやつ。めちゃくちゃ多分人気になる。簡単じゃね？お願いしまーす。え、違うじゃん。違う、無理じゃん。お前蹴った瞬間にさ、あ、よいしょ。本気でやります。おっす。いや、ちょ、分かりやすすぎるじゃん。何が？ちょ、もっと振ってやんない。あ、ごめん。救いようねえわその場合救いようがねえわ。いや、服着てないじゃん。何撮ってんの。服着てないの。見て、ズボンもほぼ履いてないんだから。ズボンもほぼ履いてないよ。じゃがりこも取られたし。ねえ、うん、じゃがりこ返してよ。いや、あるじゃん。あった。これいきますよ。こういうことね。いや、今見せるそんな顔しないで。こんなに一緒にやってきてそんな顔されたらきついわ。こんな一緒に楽しいことしようぜっつって。ほら、見て、すごい、見て、ほら、ちょっと、見てくださいね。ほら、すごい、ここ見て、ここ俺しか見てね、おお、見て、できた。これめっちゃ重い。それでさっきのコースでちょっと成功したらよくない？めっちゃ。うぜえ。天才だ。おもろこいつ。怖いな。つかんだ。楽しいね。そいつめっちゃ楽しいぞ。で、このスケボーっておもろいよ、やっぱ。ちょっと全然楽しくない？楽しい。電池？
な寂しすぎるだろアンペースすぎだろいや、怖すぎるうっせぇなんか頑張れば進むんだほふく前進みたいなそうなんだね全然宿題やんないしねいやそうもう絶対やんないからねいや宿題はやらないでねやらなくて怒っても、うん、いや帰ってこないじゃんいやそうなんだよねお前が宿題やらないのと帰ってこないの別なんだよ別なんだよなとか、うん、お父さんは宿題をやって遅れてるからそれは正当な理由なんだよそうそうなんだよねなんでお前宿題やんないで待っててお父さん宿題やって帰ってくるの遅くて怒ってるいやあと宿題やって待ってりゃいいのに宿題やんねえで待ってなんで宿題やって待ってねえんだお前ってやつね、うん、あ時間空いてんだからそこ使えよっていやでも他のことやめっちゃ怒るからな他のことやりたいなってサトルくんちゃん遊び行くしね間時間でねあいつらバカだなあいつらバカだしバカだったしでもそういう子供がもし自分のとこにできたら車運転できなかったらめっちゃはずいなめっちゃはずいだろうねっていうかそのいや分かんないけど別のおじさんに子供の命を預けなきゃいけないからねその瞬間ってああそうだよいや自分で運転しろよって話だよね、うん、その責任を自分で負えよまあそうだね確かにそういうことだよ